どうもぬるです。メビウスファイナルファンタジーバトルタワーイベントダハーカ襲来、第3層から進めていきたいと思います。ですね、前回スタートさせまして、まあとりあえず今のところまあ難なく進めております。まあまだといっても3層目なので、おそらく5層区切りか10層区切りで敵の段階、強さの段階が上がるんじゃないかなと思います。前にやったですね、アダマンタイトの時はですね、ちょっとまあリアルの状態というかあれもありまして、30層までは遊んだんですけど、そこから先は遊べなかったんですよね。なので今回は30よりも上には目指していきたいなと思っております。真ん中に声の波動、まあアダマンタイトの時よりもいろいろと強化されてると思うんで、まあ進めるとは思うんですけどね。ではダハーカ戦ですね、行きましょう。ファイガーとかも使うんだ。そこか。とりあえずケアル使っとくかな。氷の稼働弱点入れ替わってくるのかなと思ったけど、ブレイクさせちゃったからな。おそらくこれでやはり弱点入れ替えてきましたね。弱点つくと、弱点入れ替えてくる傾向があるのかもしれません。また入れ替えてきましたね。とりあえず体勢に回しちゃって攻める。やはりそこで入れ替えてきますよね。とりあえずケアルもしとこうかな。来い。弱点を入れ替えないで戦っていると、もしかしたらその煩いの容器を使ってくるのかもしれないですね。とりあえず顔を氷体勢に回しちゃって、風が溜まってほしいな。よし、強い強い。では4層に進みます。反応した。よかったよかった。まあとりあえず3、バトル3分の1、3分の2まで。やっていきましょう。属性的にやりづらいな。
攻撃して、ピアローが飛んできて、はい、通りかかと、インフェルノ、氷属性っていうか水属性ですね、あ、風属性だった、いやー意味ない、体勢に回しましょう、氷の波動、インフェルノ、インフェルノ攻撃、ではダハーカですね、行きましょう、ギミックとして多分ですね、さあの前の戦いでお話しした通りだとしたら、うーん、程よくこう弱点ついてっていうのをやってった方がいいのかなと思うんですが、どうなんですかね。でここで溢れくる投球を着て弱点が入れ替わると、でケアル使ってとりあえず回復しておきます。ここでインフェルノを使って攻撃して、でほとばしる加熱ですね、炎熱かな、加熱かな、まあとりあえず弱点が入れ替わってくるわけなんですが、入れ替えてないと、もしかしたらこれなのかな、ブレイクしたのはいいんですが弱点をつけるものがないので、ちょっと回復してエレメント使っておいて、ちょっとこれあまり良くないですね。体勢に回しちゃうしかないかな。うまく回せてなかったですね、今の。あ、入れ替えてきた。ストメ。一定ターン入れ替えなのかな。いい感じだね。魔石が、はい、というわけで5層目行ってみましょう。5層目の宝箱は何が入ってるんでしょうかね。魔石がいいかな。魔石召喚チケットあたりが、召喚チケットがいいな。まあでも5層じゃ召喚チケットって確率は低いでしょうね。もっと高い階層、それこそ30階層とかそのあたりまで行けば入ってそうな気はしますが、遅いぞ、ん、メタルマイトだったかな、懐かしいですね。2章に出てきたやつですよね、これ。ここだ。
タフですね、結構。テイルスクリューケアルしときます。勢いをつける。このまま倒せるかな。よし、このダハーカなんですけども、どっかでこんなような形した召喚獣だったかなんかを見たことある気がします。FF シリーズだったか、タクティックスシリーズだったか、何だったかな。アローレイン遅い。よし、弱点入れ替えてきた。インフェルノ、ケアルして恋の波動、あとは砲撃して進めてみましょう。やはり弱点属性つくと頻繁に弱点入れ替えしてくる感じがしますね。逆につかないでいるとあふれくる容器で状態異常な気がするんですが、どうなんでしょうか。強い強い。はい、というわけで討伐完了。さあ、宝箱の中身は何でしょうか。お、ベストスコア更新、突撃波数5。さあ、何が入ってるかな。それ、3000ギルでした。うん、まあ5層ですからね。これからが楽しみです。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回は第6層から進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価等もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。